こんにちは、ヨッキーさんです。今回は予告通りのレムリンですが、カスタマイズはなかなか大変でした。いろいろと妄想がはかどるポーズですが、手を出す場合は覚悟してやりましょう。今回のリメイクでの注目ポイントはニーハイのカラーチェンジです。ということで早速カスタマイズをやっていきましょう。レムリンにしては控えめに見えますが、仰向けなので重力の影響なのでしょうね。どういう構造なのか気になるので、お風呂に入れて体をほぐします。体が温まってきた頃合いを見て、ゴムを装着していよいよ本番です。今回のレムリンはガードが硬いので、すでに心が折れそうになっています。バスローブの腰紐あたりの構造が厄介なので取り除きましょう。久しぶりに登場の超音波カッターで、まるでバターのように切っていきます。超音波カッターは安くないですが、持っていると役立つ便利な工具です。プラモデルのように分かれたパーツを改めて組み直してみましょう。リラックスタイムのフィギュアはフェイスパーツまで外せることが多いです。腕は衣装を貫通していないので、今回は衣装を残す方針で進めます。ニーハイの接続がきつすぎたので、ここのダボも超音波カッターでカット。ボディの位置が不安定になったので、瞬間接着剤と光硬化パテで固定します。パテでボディを一体化できたら、ルーターを使ってトリミングをします。胸の膨らみや腰のくびれの目安がわかるようにしながら削っています。三角刀というナイフを使って足の付け根に筋彫りを施します。アクリル塗料の薄め液を用意してエボキシパテでボディを補修します。薄め液を使うとパテが少し溶けて伸ばしやすくなるので作業が楽です。匂いが気になる人はマスクをして塗装ブースの前で作業するといいかもね。パテが硬化したら、セラミックポイントで削って、形態修正していきます。胸や腰の周りは、衣装に収まるように微妙な調整をする必要があります。問題の太ももとニーハイの接続ですが、セリアのネオジム磁石を使います。ルーターを使って、直径6ミリの穴をニーハイ側に掘り込んでいきます。ディケイ剤としてワセリンを塗ってから、接続部分に持ったパテに圧接します。パテが硬化したら、太もも側にも穴を開けて、ネオジム磁石を埋め込みます。PVC 向け塗料の V カラーをプライマーの代わりに軽く吹き付けます。パスロードもカラーチェンジするので、同じように V カラーを吹き付けます。気になる段差や丸みが欲しいところに、ミスタートキパテを筆で塗り付けます。ドキパテが硬化したらヤスリがけ、表面に水をつけながら削っていきます。見てもらったらわかると思うんですが、両足が離れないのが少し厄介なポイント。形態修正の最後のステップとして、サーフェイサーを塗ってチェックします。この時点でお好みのシルエットにできていれば大丈夫です。240番のスポンジヤスリをつけたペンサンダーで全身を撫で回します。手足がない状態で研磨できるので、そういう点では作業しやすかったです。スポンジヤスリの番手を上げながら手作業で水研ぎして仕上げていきます。毎日2時間くらいの作業時間なので、効率よく進めるようにしています。全部で1時間以上ある動画の素材を短く編集するのが一番大変ですけどね。改めてピンクのサーフェイサーをエアブラシで拭いて色を整えます。今回はバスローブなどの衣装も一旦肌色にしてから透け塗装をします。サーフェイサーが乾いたらホワイトピーチを重ねて肌色にします。この時に濃淡をつけて色を重ねて、関節周りなどに少し赤みを残します。濃淡をつける意識をしながら、ボディも肌色に変えていきます。レムリンのつま先に小指を置いて、
クリアピンクで粘膜塗装します。筆にマスキングテープを巻いて保護して、ベースホワイトで衣装を塗装します。塗料1、薄め液2の3倍希釈でもなかなか強い隠蔽力を持っています。吹き付ける塗料を減らしたり少し離したりすれば調整はできます。心配な人は隠蔽力が強くない普通の塗料を使えばいいと思います。さて、本題の白タイツの透け塗装をやっていくことにしましょう。パツパツの太ももと曲がった膝は透けて見えるイメージですよね。逆にすねや足首周りは生地が厚くなってる感じですよね。そんなことを意識しながら濃淡を強めにつけて塗装します。その結果がこうなったんですが、いかがでしょうか。最後にウェザリングマスターでメイクアップしていきましょう。胸の周りや先端部分、腰などにピーチを重ねて色気を出します。このあたりの詳しい解説は半年くらい前の動画を参考にしてください。こんな格好じゃ怒られちゃうので、 YouTube 向けに衣装を着せてあげましょう。今回はサテンリボンを巻きつけて上手に隠してみることにします。なかなか大変なレムリンでしたが、こんな形にカスタマイズできました。リボンをほどきたくなってる人はグッドボタンを押して応援よろしくお願いします。今月の気になるフィギュアは月末にリリースが集中しているので、しばらくは待機室の女の子と遊んでいこうと思います。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた来てくださいね。待ってます。